え、いいの？はい。もう結構決意固まってる感じ。だって一番最初新宿で独立するって言ってたじゃんっていう。ここでロンドンの一番最初のクーポンの価格を決めたんだよ。高額だったよ、ね、高額だった。立地が持つイメージを逆手に取った戦略というかね、全国で戦える価格設定にしよう。成長しないのってなんでだろうみたいなのが、はい、まあ、みんな思ってましたね、同じようなことを自分たちがやってきて、まあ、不満に感じたことだったりとか疑問に思うことはやっぱりやめていこうっていうのはすごく強かった。その一番最初に問題点として上がったのはまず何だったんですか、皆さん。僕の記憶ですけど、はい、僕の記憶では集客っす、ね、集客。だ一番最初に表参道ではないが最初かなって思うんですけどね。どうぞ。出店するときに、はい、じゃあ銀座にしようとか新宿にしようってよりもまず最初は表参道以外っていう感覚が僕は強かったんですけどね。ホットペッパーを使おうって話になったから、うん、あ、なるほど。同エリアで働いててみんな所属してた美容室が結構集客苦労してる、売り上げ伸び悩んでる人たちが多いっていうような環境でもあったんで、いやこのエリアはちょっとしんどいよなっていうのは、うん、僕は感覚としてはすごくありました。ずっとマキトが新宿で働いて新宿のイメージ変わったよ。だって、まあ、最初は新宿ってちょっと美容師としてはどうなんだろうが、こんなにお客さん来るんだって思って、うん、俺はね記憶なかったけど、なんで俺世田谷の方引っ越したんだっけって思った時に嫁に言われたのは、え、だって一番最初新宿で独立するって言ってたじゃんっていう。俺は覚えてなかったけど、だからだよ、だから新宿から通いやすいように小田急線沿いに住んだんだよって言われて、あ、そうなんだ。もう1号店出すぞっていうのは最初は新宿にしようってなってます。最初そんな話してる時期もありましたね。でもじゃあマジで出そうってなって考えてた時にやっぱり美容師のイメージっていうよりも価格帯がもう崩壊しすぎてて、新宿のかなり低価格、集客取れるエリアなんだけど内訳はやっぱり低価格帯しか勝てないというのが結構あって、まあ、そういう背景でやっぱりちょっと消去法で消えてった感じかな。表参道原宿は死んだって思ってたんで、はい、思ってた。8年前、9年前出す前ぐらいは表参道原宿はもう美容の聖地としては死んだって刻印を我々は押して一番そう思われてた時期かもしれないですね。また今ちょっとインスタとかもすごい流行ってきてまた表参道エリアって盛り上がってますけど、やっぱホットペッパーがブワッていった時は一番しんどいのは表参道エリアだったかなと。ターミナル駅に出そうっていう感じで、うん、でもやっぱりこう新宿より銀座の方がギャップが作れるっていうので、うんうん、なんかまあ青原っぽい内装でスタイルでやるとっていう、銀座は結構なんかもうモダンなところが多かった。なんかちょっとブランディングっていう観点でもいけるってなった。なったなった。当時表参道ブランドのサロンが銀座にも出店しだしてたんで、なんかそういうブランディング、今のうちのブランディングが一番フィットするってなったのが銀座。なんか立地が持つイメージを逆手に取った戦略というかね。銀座なのにっていう、そのなのにでうまいこうギャップを作ってお客さんの満足度をより上げるっていう、あとやっぱ展開する上でやっぱスタート銀座っていうのも欲しかったですね。全国にもそうだし世界にも出ていくときに、はい、やっぱ新宿1号店で2号店銀座に出してもやっぱりもう新宿の美容室のイメージは抜けないんで、はい、でやっぱそういうところで言うとやっぱり銀座スタートっていうのはやっぱスタート地がどこかっていうのはもう一生変えられないんで。そうですね、大事だよね、うん、どんだけ東京染まろうと思ってもやっぱ埼玉出身がつきまとうもんねとはいえ埼玉じゃないですかと。いやそうだしけどみたいなね。そこはもう変えようないからね。変えれないから、うん、だから1号店って本当出生地だから大事だよね。大事だ。あそのブランディングを取る上ではね、もちろん、はい、銀座1号店よりも同じ金額でちょっと郊外の広告費や家賃が安いところに出店して2号店3号店の方が出店スピードはもちろん多分加速しやすかったと思うんですけど、ブランディングはちょっと難しいもんね。
まさかそのまま銀座5店舗行くとは思わなかった。思わなかった。そうですよね。まさかのね。銀座だった、ね。だってそれこそ多分銀座最初出した時に2号店大阪みたいな話だった、ね。うん、離れたいって言ってたもんね、うん。とにかく離れようっていう。いろんなところに拠点を持とうっていうところで、とにかくその銀座からできるだけ離れようっていう話があったけどね、気づいたら5店舗なんですね。同じビルの反対側のフロアを出すっていう、すごいことだよね。やっぱあれはなんかだあれじゃん、あれおっさんの出そうとしてたんだよね、偶然の産物みたいなさ。ただやっぱり銀座に固執したというかはやっぱスタッフ、その今まではそのスタッフゼロだったんですよね、やっぱもちろん創業する前は。実際そのスタッフたちがこう増えてきたときに、この子たちがどこに出したら喜ぶだろうがやっぱ最初はすごく強かったですね。スタッフにヒアリングしてた、やっぱり売り上げも上がってきちゃってて、やっぱ移動すると売り上げ落ちちゃうとかそういうところもあったんで、やっぱりでも箱いっぱいみたいな、はい、やっぱり近くに出してスタッフたちがさらに売り上げ伸ばせるような環境を用意しなきゃなっていうところで、なんかその流れでどんどん銀座に増えていったって感じ。住んでたエリアもすぐそこだったんで。あ、渋谷に住んでたんですか。そうそうそう。へえ。ここは神山町っす。あ、神山町。めちゃくちゃいいところです。あ、パイの人もすぐそこ。パイって消灯だよね。すぐそこだね。割とみんな近くそうだ、ね、住んでて、特に斉藤と僕は本当今から行く場所からすぐの辺に住んでたんで。あ、そうなんですね。でもここの通りとかすごい思い出深いです。思い出深い。渋谷に住まない意味わからんと言ったんです。当時やっぱ僕たちもお金あんまなかったんで、はい、みんなで集まる時とかもカフェで集まるんですけど、カフェでご飯ちょっと割高に感じたんで、当時お金が、はい、一旦向かいの中腕腹ごしらえとかしてちょっとお腹をちょっとファストフードで満たしてからカフェに行くみたいなね、はい、老舗行こうぜって。老舗こだわりだったから。こだわり卵のこだわり。券売機のとこですね。そうわかります。なかったらちょっとショックだね。ショックだよね。ただ一番行ってたカフェが変わっちゃってるんだけど、ね、そのカフェ自体が。そうだね。このままで多分思い出の場所が中上になると思う。これだ。そうだ、ね、だいぶ変わったな。あ、これですか。ここです。バグワンってなってる。だいぶ変わったな。おしゃれになってる。こちらです。おしゃれですね。まずなったってことです。ブックカフェ。ここまでおしゃれだった。当時はどんなカフェだったんですか。まあまあなカフェ。これからロンド、まあ価格どうするから、場所どこにするから、そもそも僕と石田が勝手に当時のサロンを辞めて業務委託サロンに移った時報告したのも多分ここで、いやいや違うじゃんっていう。お叱りを他のメンバーからを受けたり、結構本当にそのロンドを固めていくときはずっとここだったよね。うん、ずっとここ。いつもここに夜中だよ、ね。みんなアシスタントだったから、多分11時、12時ぐらい、12時とか。12時ぐらい集まって、で朝5時ぐらいまで話して。そんなやつだっけ？俺だって歩いて帰ってるときは朝だったり。朝方だった。マジで？あった。なんか具体的になる前は本当どんぐらいあれ？何ヶ月かに1回とかで集まってた。そうだね。そうだね。がいよいよ近づいてきたときにはもう。いや、もっともっと週に数度とか会ってた時あったんですけど、あと新宿で会ったりもしてたけど、基本ここだったんです。新宿だって、なんか表参道原宿界隈の美容師さんたちって今わかんないけど、僕らの時って夜は渋谷に出るっていうか、あそこで夜と夜足すっていうよりか、多分あるじゃん、遅くまでやってるカフェもきっと。けどなんか渋谷に移動するよね。確かに確かに。あ、ここじゃない？曲がんの。確かに。え、多分ここもあったんじゃないか。どっちだ。ここがカフェだったんですね。ここから入ってさっきの店の系列店があって、ここがいっぱいだったんだ。多分いっぱいだった。向こうが入れない。いっぱいだった時とかにこっちに来てって。ここでロンドの一番最初のクーポンの価格を決めたんだよ。決めた。あのロンドの創業、4月12日はここ。ここ写真もそうだよね。写真ここ。あ、そうなんですか。確かに創業した時みんなで集まって。そう、登記してお祝いしたのはこっちなんですよ。飲めないシャンパンオーダーしてたよね。そうそうそう。写真は出すもん。
ってのがあったね。地図広げて慎太郎が付箋貼った。あれはここ？あったじゃん、ここ。あれもここで見た。付箋っていうのは銀座の美容室を全部こう踊り場に乗ってるサロンをピックアップして、すげえ、でここがこういう店でっていうのを地図広げて、うん、ここ。1号店は8月の3日にオープンしてるんですけど、はい、4月の12日に、設立してて、会社は、ね、なるほど。でその時にこのカフェで記念に写真を撮ったんだけど、ないって大体忘れがちなんだけど、4月12日そうだ、そうだね、8月3日ばっかフォーカスしちゃうからね。ただ本出版の4月12日そうなんですよね。たまたまですか？いや、合わせましたあすごい。タイとかが来るんすよ、ニタニタしながらおーとかっつって、何のモデルさん探してんのとかっつってね、インレットで、営業中とかね、美容師仲間いるとモデルの譲り合いというか、あそうそう、提供の試合が始まったり。確かに水面下でね、水面下でね、闇取引みたいな、闇取引でも僕はね、モデハン効率良かったね。なんか休みの日とかでも、はい、休みの日モデハン来て、早い段階にもパン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 って人のモデルを確保して、なんか自分の映画見に行ったり休みを犯すみたいな、モデハン術があったんです。なんかモデハン術が、はい、フレッピーに2ページ取材されました。そうなんですね、すごい。暗くなると時計を11時45分に設定するんです。もう12時半でいなくなるじゃないですか、はい、自分で11時45分だって思い込むんですよ。でも本当は5時半とか 6時とかなんですよ。怖っ。でまあ12時半にまたなっちゃったら11時45分に戻してってやると、常にプレッシャーかけられてモデルが捕まりやすくなるんです。すごい。当時 LINE とかもなかったから Facebook のそうだよね、メッセンジャーでグループでほとんどできるぐらいじゃない、俺が LINE 始めた。遅いよ、だいぶそれ。もういい加減 LINE 始めてくれってなったもんね。みんなで。あの LINE 聞こうとももうないよね。え、そうなの？ショック。マジ？俺たちの思い出なんてもうないんだよ。全部なくなってる。全部ないんだよ。でもここはやっぱ思い出ってスクールコンでしょ。まあ確かに。確かに。確かに専門学校のコンテストの会場はここだったんですよ。ああ、そうなんさ。へえ。結構みんな熱心に取り組んでたんで、ちょっと思い出深い場所ではありますね。やっぱヘアショー的なやつですか、それともマインディングとかの。あ、そうです、そうです、そうです。へえ。懐かしい。よくよく考えたら、ここで学校のコンテストってすごいよね。すごいね。めっちゃすごいっす。すごいっすよね。はい。自然に狙ってきましたね。ぶっちゃけあのアワードの中間発表を聞いたときは、はい、あびっくりした。かなりびっくりした。かなりびっくりしました。びっくりしました。そこまで行ってると思ってなかった。銀座のエリア3年目だよね。そう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 。ホットペッパービューティーアワードっていうのができます、はい、ってなって、で、まあ、こういう風な集計方法でランキングになります、うん、っていうのが一番最初にそのうちの営業担当から話があって、でその時にね、ちなみにロンドさんが今現在全国的にどこにどの地ランク順位にいるかみたいなね報告があった時、当時まだ美容室2店舗しかなくてね、全国第2位がロンドの1号店、全国第3位がロンドの2号店ってなった時に、その時に初めてめちゃめちゃ当たってんだうちって。なんかさ、銀座のエリアで多少来てるだろうな、うちは当たってんだろうなっていう認識はしてたんだけど、うん、なんかね、全国でそこに食い込むのかうちらみたいな。驚愕だったよね。驚愕だった。あれ驚愕だった。ホットペッパーでさ、全国でロンドより集客できてるとこないって言われてたよね。ないって言われてたっけね。でも我々はいや、そんなはずはないって言われて、いやもっとできるはずって言って、言って担当者を困らせて。なんか待ってましたのランキングでもあったじゃん、我々にとって。なんか何をもって日本一かっていうのが結構曖昧な業界で、すごいやっぱなんかそのね、数値化して見えるっていうのは、まあ、業界にもこれまでなかったし、そこで評価がなんかこうやっぱその全国的にも本当にトップの水準だっていうのは、なんか自信にもそれ以降もなったよね。ヘアスタイルで競う日本一とかも
絶対あった方がいいし、それを取れた人は本当にすごいんだけど、要はフィギュアスケートみたいな感じで芸術点を競ってる争いじゃない、戦いじゃない、うん、でも一方でその売り上げっていう 100m 走とかのような、でも何分何秒っていう数字で分かる日本一を決める方っていうのも、僕たちはそのデザインと経営の両方をやっぱり高めていく上ですごく知りたかった一つの順位だったっていうのが、このホットペッパーでは明らかになったのが良かった点なのかなと思います。独立したぞ、1位になったぞっていうまでのスピードがもう速すぎてなんすごいなと思ったんですけど、あれも狙って、やっぱり名古屋行ってから名前改名したんですよ、あいつ。そうですね、うん、それが大きかったんかもしれないです。マサオっていう呼び名は変わんないですけどね、はい、漢字がね、はい、マサオみたいになってるからそうですよね、あれが一番良かったのかなって思いますけどねまあでも価格決めたのも全国で戦える価格を作ろうっていうところで値段設定したりしたじゃん、したじゃん、みんなでさっきのカフェでさすがしたよね、俺、え、俺だけ勉強あれですか、言ったの頭上がんねーすっていう、いや、したんですよ、したんですよ、そうそう、全国で戦える価格設定にしようっていう、ね、で決めたっていうのもあるから、名古屋でもやっぱそれが当たるんだなっていうところじゃないかなと思ってますが、いかがでしょういや、その通りだまあでも正直名古屋は当たる感覚はありましたね、うん、あ、本当ですか、うん、だからそのうちで言ったらその川瀬が出るっていう時もその名古屋当たるんじゃねえかっていうのもあって、川瀬にもうお前行けって感じだったね。なんかちょっと僕らが銀座で当てた時と似てる雰囲気を名古屋に感じて、もともと名古屋ってすごく栄っていう地域が盛り上がってて、はい、でもその名駅名古屋駅っていうところにどんどん美容室も人も流れてってっていうのが、ちょっと表参道から銀座に美容室が流れてる感じにちょっと似てるものを感じて、だから僕らが2013年にロンドン作って銀座で当てた時のようなことが起きるんじゃないかなっていうのもあって、もう出た方がいいんじゃないっていう。じゃあもう的中したっていうことですよね。予想以上でしたけどね。いや、すごいですよ、予想以上でした、ね、実際は、はい、これくらいは当たると思うよっていう予想ははるかに超えてきたんで、それは彼の力だなと思うんですけど、ね、同じ感じを感じたってことですか、その名古屋と。いや、津賀に感じたっていうことの方が強いかもしれない。あ、なるほど。当たるんだろうなこいつっていう、はい、そのエリアっていうよりも、はい、人、うん、人、すあんまり本人には言わないですけど、ね、調子乗るんで言わない、調子に乗るんで言わないですけど、多分あいつは行くんじゃないですかね。どこからそういうのを感じるんですか、津賀のなんか結構それインスタで今当たってる感じありますけど、もう最初全然当たってなかったじゃない、うん、もうやっぱり半年1年ぐらい当たんなくてもやり続けてたところがすごいなと思って、その DM のやり取りも残ってるし、なんかやっぱりこう PDC を回し続けられる人間っていうのはリーダーとしては強いなとは思うね、まあ、もちろんいろんな能力があった方がいいんだけど、あ、なるほどってすごい感じて、まあ、そう思うとやっぱりしつこいんだよね、そういううちの、まあ、川瀬もそうだし今回の津賀たちもそうなんだけど、しつこいじゃんでもそのしつこさってやっぱりトップにとって分かるわ、企業を成長させていく上ですごく必要な要素なんだろうね。うん、イケてるこうかっこいい先輩がこう選挙する場所で、やっぱ片道2時間かけて通ってたんで多分学校の中でこの人たちの仕事をしてます